運転席から床に手がつく車体の低さに、上へと開くドア。今日のココシラは、先日高速道路で多重事故を起こしたスーパーカーに注目。おお、すごいすごい、加速力がやっぱり違いますね。その飛び抜けた性能と特性をここまで調べました。多重事故を起こしたスーパーカー、その飛び抜けた性能と特性をここまで調べました。寒さは和らぎそうです。以上お天気でした。この後はここちらです。街で見かけるたびに私もどんな人が乗っているのか気になっていました。今月4日、山口県の中国自動車道でスポーツカーなど14台が絡む事故が発生。10人が軽い怪我をしました。事故を起こしたのはフェラーリ8台にランボルギーニ1台など、スーパーカーと呼ばれるスポーツタイプの高級車ばかり。そんなスーパーカーについて街で聞いてみると、意外とそんなたくさんあるんやなって。身近にはないので、スーパーカーって言われてパッとは出てこない。そこで、おー、すごい、まさに車がうなりを上げてます。スーパーカーは誰でも運転できるのか、さらにはどんな人たちが乗っているのか、ここまで調べてきました。まず訪れたのはスーパーカーを専門に扱う中古車店。一歩店内に入ると、いっぱいありますね。これは所狭しと高級スポーツカー並んでます。ありました、見てください、この扉の開き方、縦に開くやつですよ。ランボルギーニです。閉めていいですか。お、開けます。滑らか、初めて開けました。ランボルギーニのカウンタックアニバーサリー。上方向に開く独特のドアはガルウィングと呼ばれ、日本語でカモメの翼を意味しています。20年以上前の車ながら価格はおよそ1500万円。スーパーカーに乗ってる方、日本でどれぐらいいるもんなんですか。はい、とりあえずフェラーリで言えば、日本国内にですね、約1万2000台と言われてます。中でもこの店で最もよく売れるフェラーリがこちらの F355 ベルリネッタ。販売価格は750万円。中国自動車道で発生した多重事故で最初に単独事故を起こしたのもこのモデルです。早速中を見るためドアを開けようとしたのですが、あのいわゆる手を引っ掛けるところがなくてツルッツルなんですけれども、フェラーリ芸術品ですから、ええ、すぐにここだよって分かるようなドアノブじゃないんですね、はい、デザイン上ですね、ええ、ドアノブは、はいはいはい、この中に隠されてるんです、ね、ええ、知らんかった。デザインの美しさを追求しているのもスーパーカーならでは。開いた、開きました。そして運転席に座ってみると、ほら、こうやって完全にシートに座りながら床を触れてしまうぐらい、かなり低く設計がされてます。またスピードメーターの上限は時速320キロ。国産の普通車と比べるとメーター一つとってもやはりスーパー。それではいよいよ店長の運転のもと、僕も助手席でスーパーカーの走りの性能を体感させてもらうことに。すると店長が軽くアクセルを踏み込んだだけでも、おお、すごいすごい、加速力がやっぱり違いますね。頭にグッとかかる重力、この加速こそスーパーカーなんです。ではこうした車に乗っている人はどんな人たちなのでしょうか。赤い車、スーパーカーが、おっと、今こちらに入ってきました。お、これは黒いスーパーカーですね。これ間違いなくスーパーカーです。その後も続々と現れるフェラーリなどのスーパーカー。お店に来た目的をオーナーに尋ねてみると、半分常連みたいな感じで用もなく遊びに来たりとかよくやってます。こちらでスーパーカーを購入した方々が週末になると店に集まり、
車談義などに花を咲かせているというんです。また集まった人たちで走りに行くこともあるといいます。でもどうして一緒に走るんでしょうか。自分の好きな乗ってる車を外から見れないっていうのがあってですね、そうすると他の同じような人の車と一緒に走ってると外からそのフェラーリを走ってるのを一緒に見れるっていうのもあってですね、でよりその車を楽しむっていう、そういう楽しみ方を。そうした理由からかスーパーカーのオーナーのための会合なども開かれ100台以上が集まることもあるといいます。そんなスーパーカーの所有者50人にアンケートを行ったところ、平均年齢は 43.4 歳で全員男性。これには訳があるようです。小学生ぐらいの時にスーパーカーブームっていうのがありまして、その時は夢の車だったんですけど、そろそろちょっと中古でね、だったら手に入るんじゃないかなっていうふうに思いまして。1970年代後半に巻き起こったスーパーカーブーム、当時いつかは乗ってみたいと夢を抱いていた少年が大人になり夢を叶えたのです。そこで気になるのがスーパーカーの購入価格。ここしらのアンケートでは平均およそ960万円でした。やはり高い買い物です。そして所有者の平均年収はおよそ926万円、3500万円近い人もいる一方、280万円の男性もいるなど幅広いことが分かりました。850万ぐらいだと思います。もともと欲しくてお金ずっと貯めてきて、それを頭金に残りはローン組んで、最長の96回ローンを組み毎月6万円ずつ払っているといいます。そしてこちらのフェラーリオーナーは、ご自宅がこちら、ご自宅の目の前です。目の前、駐車しているのは自宅脇、乗らないときカバーは厳重に2枚重ねです。雨ですとか傷、ほこり、紫外線で、まあ、なるべくいい、まあ、外でもいい状態を保つために2枚だけですね。年収とほぼ同じ価格のフェラーリを維持しつつ住んでいるのは家賃5万円、一方スーパーなオーナーに会うため訪れたのは岡山県。早速駐車場を見せてもらうと、ちょっとすごいです、ご覧ください。2台あった上にこちら、さらに4台スーパーカーが所狭しと並んでいます。建築会社の社長を務める小屋野さん、そのオフィスは1階部分が全て駐車場になっていました。しかしこれだけではないんです。案内されたのはこちらが第2ガレージ。こちら第2ガレージ、うわ、フェラーリ、ランボルギーニ、それ以外の車もこれ数数えられないぐらいの車が並んでます。第2ガレージに止めてある車は54台、スーパーカーやクラシックカーなどどれもマニアにはたまらない車ばかり。ずっとこう飾って見てるだけで、いえいえ、休みにはくまなく通り方を走りますね。ではスーパーカーは運転にどのくらい技術が必要なのでしょうか、気になりますよね。そこでスーパーカーに乗ったことがない人に実際に運転してもらいました。教習所に用意したのはフェラーリ F355 ベルリネッタとマニュアルの国産車。助手席にはプロのドライバーが座り、スーパーカーに初めて乗るという福井さんがハンドルを握ります。さらに自動車の専門家に解説をお願いしました。まずは発進するとフェラーリの走り出しも思いのほかスムーズ。そこまで違いは正直感じなかったです。その理由を専門家に伺うと、この車は17年前のモデルなんですけども、うん、この世代からもう非常に乗りやすくなってます。発進とかだけでしたらもう何の問題もなく。続いて教習所にあるものと同じ道幅の直角クランクを走行してもらいます。まずは普通車、右折左折ともに問題なく枠内を進むことができました。さて一方フェラーリは、ですが、おっと、外側がちょっと膨らんでいる感じですか。膨らみながらもギリギリ線を踏まずに進行。ところが左折はスムーズ
おっと白線を今踏んで越えてしまいました。外側は多分もうガリガリぶつかってました。基本的に小回りが効きません。さらにフェラーリならではの特性もあるといいます。エンジンが、まあ、車体の、まあ、後ろというか真ん中にあってですね、つまり重いものが真ん中にあることで非常に回りやすいんですね。コマのように回っちゃうんですよ。シュッとハンドルをちょっと切った状態で無造作にアクセルを踏めばその場でもう回ります。そのためオーナーの皆さんからもこんな声が。仲間の集まりなんかでももう雨が降ったらもうあうんの呼吸ですね、やめという。他の人たちに迷惑かけないような運転をするということをやっぱり特に何もしなくても目立ってしまうところもあるので、まあ、そういうところをやはり気をつけないといけないかなと思います。まあ、車の性能はねすごいからスーパーカーというわけで気をつけて運転するのは当然だと思うんですけど、どうですかお二人スーパーカー。スーパーカーの、うちのなんか親戚のおじさんが一時期乗ってましたけど、あのバブルが弾けた後は軽自動車に乗ってました。やっぱり維持するのは大変みたいですね。どうですか、ザ・漫才でタイトル取ってスーパーカーみたいな。いや、まあ、タイトルってもお金もらえるわけじゃないですからね。レギュラーもらえるので、うん、まあ、レギュラー取った稼いだお金で、うん、あの宇都宮警校署にフェラーリをプレゼントしたら乗らないよ、絶対乗らないよ。ぜひプレゼントしてほしいですね。以上、ここしらでした。さあ、続いては芸能です。